はい、ガジャマルです。今使っているゲーミングモニターはエイリアンウェアの 24.5 インチの AW2521HFL というのを使っています。デザインも画質も気に入って使っているんですが、ゲームの時は気にならないんですが、動画を編集したりウェブページを見たりゲーム以外のことをするときにフル HD なのでやはりドットが気になってしまいます。それで今回新しくモニターを新調することにしました。エイリアンウェアはモニターにスピーカーがついていないので、ソニーの SRS-XV01 が有線でつなげてコスパがいいので気に入って使っています。あとエイリアンウェアのデザインは他のモニターにはない洗練された中二病的デザインでめちゃくちゃ好きなんですが、裏側は設置するときと撤去するときにしか見れなくてちょっと悲しいです。いろいろと悩んで新しいモニターはこちら、またエイリアンウェアのモニターを購入しました。今回購入したのは27インチの QHD の AW2724DM というモニターです。セール期間中で出る公式で1万円オフの 59,801 円で購入しました。モニターで5万円オーバーは少しきついですが、一度エイリアンウェアのモニターを使ってしまうと普通のデザインのモニターを選べなくなってしまいます。それでこのモニターの特徴は27インチの大画面、リフレッシュレートは 180Hz、 パネルタイプがファスト IPS、 応答速度が 1ms、 それに QHD となっています。それから DCI-P3 や HDR600 と機能的に素晴らしいモニターになっています。それでは早速中を見ていきましょう。こんな感じで綺麗に収まっています。簡単な説明書が1枚入っています。モニターの組み立てなので難しいことはないです。まずはケーブル類、アップストリーム用のケーブルが付いています。次に電源ケーブル、画像は見えにくいですが USB-C to ディスプレイポートケーブル、これはかなりありがたいです。それからディスプレイポートのケーブルが付いていました。次にモニターのベースプレートです。デザインが一新されてコンパクトな六角形のベースになりました。次にアームです。アーム部分も光らなくなってシンプルになりました。ブラックにブラックのロゴでかっこいいですが設置すると見えなくなります。それからエイリアンのマークの箱が入っています。中には説明書とエイリアンのステッカーが入っていました。最後にパネルです。パネルを開封する前にスタンドを組み立てます。工具レスで手でネジを締めるだけです。パネルに保護カバーがついている状態でスタンドを取り付けてしまうのがいいと思います。はい、これでご対面です。背面はシンプルですっきりしていていい感じです。エイリアンウェアのいいところはスタンドがしっかりしているところです。それに高さ調整や横の振りもスムーズに動きます。配線をつなげて準備完了です。ドット抜けもなく完璧でした。以前のモニターより発色がめちゃくちゃ綺麗になっています。それに一番気になっていた私の使っている PC のスペックが i3 の 10105F でグラフィックボードが1660と非力なので、これで問題なく QHD のディスプレイでゲームができるか不安でしたが、問題なく APEX も GTA5 も違和感なく動きました。ゲーム以外は Mac を使っているので USB-C to ディスプレイポートのケーブルがかなり役に立ちます。 Mac とのデュアルディスプレイの時はディスプレイを最大まで持ち上げて上下の位置で使っています。上下のデュアルディスプレイは左右のデュアルディスプレイより首の振りが小さいので作業がしやすいのでおすすめです。それから背面のロゴが光ります。光って嬉しいけど設置すると見えません。最後に25インチか27インチのディスプレイ問題は、ガチゲーマーで FPS しかしない人以外は27インチで全く問題ないと思います。それに QHD がめちゃくちゃいいです。ゲーム以外に普通に何か作業したりする場合に作業スペースが広いのと、ドットが気にならないっていうのはかなり満足度が高いと思います。注意点は机の奥行きに少しゆとりがいると思います。25インチのディスプレイで使っている距離より少し目から距離がある方が使いやすいように感じました。
27インチの QHD かなりおすすめできます。今回購入したエイリアンウェアの AW2724DM はゲームもできるし普通の作業もこなせる最高のモニターでした。少し高いモニターですが発色も良くて満足感は高いです。ゲーミングモニター迷っている方の参考になればと思います。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。